みんな旅してる？どうもしげです。瀬戸内編第1話、山口から始めました。それではスタート。山口駅到着。宿のチェックインまで少し時間潰します。駅前をまっすぐ伸びる通り、落ち着いた雰囲気です。結構広々とした大きなアーケードがあります。店内映えてます。職場というカフェでちょっと時間潰そう。本当だ、いい感じに映えてる空間。アイスコーヒー飲みながら少し作業します。今回の宿は国際ホテル山口内のカプセルホテル。チェックインしました。作業デスクがあるラウンジもあっていいですね。漫画コーナーも充実、ロッカーも広々でかいです。カプセルルームもおしゃれでしっかりしたタイプ。十分ゆっくり快適に寝れそうです。共用のシャワールームが4つ、共用の洗面台は広々6つあります。 Wi-Fi も爆速、夜飯まで宿で編集します。昨日飲みすぎたので今夜は休館日、飯食いに行きます。ということで、山口のソウルフードだという春雷軒、これが噂のソウルフード、バリそば。あんは鶏ガラベースらしくてかなりさっぱりした味、とろみもそんなにないね。具も麺が見えないぐらいたっぷり乗ってるね。片焼きそばは外側パリパリなんだけど、噛むともっちりしててうまい。後半は酢、ラー油、胡椒をかけて味変。宿に帰ってきました。今夜は早めに寝て体力回復。明日は山口市街観光。おやすみなさい。おはようございます。今日は山口市街観光。こちらが市民19万人強の山口市役所。市役所の隣、県立美術館。市役所の裏にある亀山公園。小高い山になっているので眺めがいいですね。長州藩13代藩主毛利高近公、でかい。あの大きな建物はサビエル記念聖堂。山口ではザビエルじゃなくサビエルと呼ばれているようですね。山口で布教活動をしたというサビエルの像も立ってます。こちらは県立博物館。なかなか年季を感じますね。桜の名所、一の坂川にやってきました。前も後ろも川沿いに桜が満開。山口は西の京と言われていたらしく、川沿いは落ち着いた町並みが続いてます。満開の桜、これは素晴らしいね。この川、6月にはホタルも見えるんだって。すげえ川だ。こちらは旧山口藩長門。長らく萩にあった長州藩長、1863年山口に移されたんだって。めっちゃでっかい白鳥が噴水浴びてる。こんなにでかい白鳥がいるお堀、めったにないよね。藩長門を抜けた先、現在は山口県庁。現在県民は約132万人。旧県庁舎の山口県政資料館。こちらは毛利元就の菩提寺、東春寺。毛利元就公の菩提寺ということで立派なお寺です。東春寺のお隣には鉱山公園。鉱山公園を歩いていくと瑠璃光寺へ抜けました。後ろを緑に囲まれた綺麗なお寺だ。そしてこれが国宝の瑠璃光寺五重塔。
見事な美しい五重の塔です。高さは 31.2 メートルあるそうです。目の前の池も含めた光景が見事美しい。池、桜、山、塔、一枚の絵画みたい。よし、腹減ったから昼飯食いに行こう。バス乗ろうと思ったけどバス停見つからなかったから3キロぐらい歩きます。40分ほど歩いてキッチン朝倉に到着。まずはセットのスープ。濃厚でクリーミー、うまいよ、止まんねえ。日替わりの朝倉セットが来ました。牛肉のソテー、程よい油と肉のうまみ、ソースの香りもすごくいい。ポークカツはきめ細かい衣でサクサク、うまい。食後のアイスコーヒー、大変お上品なサイズです。昼飯食ったので街ブラを再開しましょう。山口の隣町になるのかな、湯田温泉にやってきました。結構でっかい温泉ホテルもあるんですね。なんか今日はちょうど祭りらしく歩行者天国になってます。目の前の店で天然アユの塩焼き300円、買っちゃうよね。身がふっくらしててうめえな、ビール飲みてー。この辺りが祭りの中心かな、出店たくさんあって人も結構います。湯田温泉白子祭りっていうらしい。この広場は人がたくさん、みんな楽しそうで、やっぱ祭りっていいね。我慢できずに買っちゃったよね、生ビール。つまみに一本だけ長州鶏のせせり串。キツネが湯田温泉のマスコットキャラクターらしいですね。62度の温泉が湧いている湯の屋、飲む温泉もあるみたい。キツネの足跡、複合商業施設なのかな。200円で足湯カフェ入れるので入ります。おお、ちょうどいい、ぬるめで気持ちいい。足湯入りながらのアイスコーヒー、たまらんね。足湯代払うと中庭の足湯も入れます、気持ちいい。無料の足湯も街中に数箇所あるようです。だいたい目ぼしいところは回った気がするので宿に帰りましょう。中央公園、桜も咲いてるしくつろいでる人がたくさんいます。宿に戻ってきたので夕飯まで編集頑張ります。まだ動画の編集終わってないので軽く飲みに行きます。今夜は海鮮ナブラ。一杯目、キリン一番搾り中。お通しはタケノコ菜の花イサキ。まずは刺し盛り一人前。ヒラメムッチムチで甘みがあってうまい。ブリ、脂はだいぶ落ちてきたけどまだまだとろっとしててうまい。タコプリコリうまい。定番のサーモンもとろっと滑らかでうまいよ。
2杯目は山口の地酒三等かグラス。米感も残しつつのうま口で食いながら飲むのにいいね。アジもとろっと脂乗っててうまい。カキフリャー2個来ました。でっかくてとろとろ熱々カキフライタルタルたっぷりつけてくるとうまいよね。3品目はのどぐろ一夜干し。のどぐろうまみが凝縮してやがる一夜干し最高だね。3杯目は宇部の酒タカ特別純米グラス。タカ香りはフルーティーだけど甘すぎないから飲みやすい。いいね。おいおい待ってくれよ、ちょこんと高菜隠れとるやん。まだ編集終わってないんで今日は軽めに宿に帰ってきました。やっと動画の公開終わった。疲れた。明日は秋吉堂へ。おやすみなさい。おはようございます。宿をチェックアウトしました。バスに乗ってこれから秋吉堂へ向かいます。山口から秋吉堂までは約1時間。秋吉堂バスセンターに到着。観光交流センターで情報収集します。コインロッカー300円でまずは荷物預けます。今ここで秋吉堂の入り口までは5分ほどらしい。行ってみよう。お土産屋や飲食店はちょくちょくあるっぽいですね。腹減ってるから先にここで昼飯食ってこう。ごぼうが秋吉台名物だということでごぼう麺にしました。ごぼうが練り込んであるという麺もっちもちでごぼうの風味も少し感じるかな。大量のごぼう唐揚げバター醤油風味かな。味しっかりでこれうめえわ。ごぼうに隠れて肉も少し入ってた。 JAL の機内誌に掲載されてるメニューなんだって。商店街を突っ切ると秋吉堂入り口に到着。入場料1300円払って秋吉堂入っていく。ここが秋吉堂の入り口。ほらワクワクすっぞ。うーわ天井高っ。広っ。暗いけど伝わってますかね。めちゃくちゃ広い。冒険コース300円、面白そう。行ってみましょう。300円を入れて懐中電灯を受け取るシステム。結構暗いね。このはしご登ってくんだ。おお暗い暗い。プチ冒険楽しいね。冒険コースは足元濡れてて滑りやすいので歩きやすい靴にしましょう。天井に近い高いところから見えるのが冒険コースの魅力かもね。ここから階段を降りて終わりのよう。結構高いところまで登ってきましたね。冒険コースから帰還、メインコースに戻ります。いやーすごいわ。今までの鍾乳洞の中でも規模は圧倒的。歩道脇は川みたいになってて壁が反射してるの分かりますかね。100枚皿。おお、こいつはすごいね。段々畑みたいになってて100枚の皿があるように見えるってことだろうね。なんでここだけこんな綺麗な段差になったんだろうね。足元の岩が平たくなってる広庭というスポット。富士山みたいに見えることから道内富士と呼ばれる岩。観光コース片道1キロ。広くて長いね。
ちまちだ。水田みたいに見える場所ってことなんだろうね。残念ながら暗めで詳細はよくわかりません。ここが千畳敷、道内で一番広いところだそう。分岐点に到着。右は後で行くとして、まずは左へ。小金柱、秋吉道第一の美観なんだって。ここから先は黒谷市道だそう。岩窟王、キングオブザケイブ、強そうな名前。クラゲの滝登り、確かにクラゲが滝登ってるように見えるかも。この辺そんな感じするよね。クラゲが登ってるよ。最後は3億年のタイムトンネル。これで観光コース終了。この先何もなさそうなので引き返します。分岐点まで戻ってきたので、エレベーターに乗って秋吉台へ出ましょう。このエレベーターで秋吉台の展望台に出れるそうです。久しぶりの外だ。展望台まで300メートルらしい。行ってみよう。秋吉台展望台到着。すごいね。これがカルスト台地、秋吉台ですか。なんもね。見渡す限り岩と草。これが教科書で習った秋吉台か。いやー、いい天気。山に囲まれたのどかなところだ。せっかくなので少し秋吉台を散歩します。辺り一面とにかくグレーの岩だらけ。なんでこんなにゴツゴツした岩がたくさんあるんだろうね。木はほとんど生えてなくて、岩と草の大地が続いてます。ナイスフォトスポット。いい感じのゲート見っけ。展望台の目の前におしゃれなカフェがあるのでコーヒー飲んでこう。おしゃれな店内で窓からは秋吉台を一望。秋吉台名物だという梨のソフトいただきます。本当に梨だ。さっぱりめの甘さでうまいね。アイスに合わせるのはホットコーヒー。再び秋吉道のエレベーターに乗り、再び秋吉道の中を通って、秋吉道を出てバス停へ向かいます。秋吉台バスセンターに戻ってきました。新山口駅、次のバスは14時55分発。移住した大学の先輩に会いにバスで新山口駅向かいます。秋吉道から新山口、バスでおよそ40分。新山口駅到着。今回はここまで。山口からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。